と素直じゃないの？構わないわ。人のタガはそう簡単に外れないもの。目を閉じて、体を楽にして、私の言う通りに頭の中を真っ白にしなさい。永久に刻まれる甘美なる印を授けてあげる。指揮官のために祈りを捧げる子は多けれど、今届けられる声は私だけのもの。暇なら一緒に食堂に新しいメニューがないか確認しに行かない？そして購買に立ち寄って気になるものがないかチェックも。どうせ時間を潰すなら私と一緒の方が得でしょ。またその顔ね。いいわ、ここに横になりなさい。私が悩みもストレスも吐き出させてあげる。アイドル、確かイラストリアスたちはみんな何かしらのつながりがあるよね。まあ指揮官もまた艦隊のアイドルだと思うわ。博愛でも偏愛でも好きにして構わないけど、私と二人っきりの時はよそ見しないでほしいわ。でないと、そうね、呪ってあげる。高潔なる者が堕落し、正しき者にあえて道を踏み外させる。ありきたりな物語に飽きた者には、その背徳感こそがいい刺激になるわ。イラストリアス、演習でいろいろ学ばせてもらったけど、インドミタブルはなぜかいつも手を抜いているような。ああ、面倒くさくなって早く戻ってお茶会を楽しみたかったのかもね。先に指揮官、あなたから言い出す？それともあえて私に言われたい？戦場の指揮官ならためらわなかったわよ。そう、あなたの覚悟見せてちょうだい。指揮官のために祈るわ、永遠に。永遠にね。ところで、私の入れたお茶を本当に飲まないの？ほら、せめて気休めでも飲むふりをしてくれたっていいんじゃないの？仲間のためではなく、指揮官一人のためだけに祈るのはいけないことのようね。しかし、そうさせたのは他ならぬ指揮官、あなた自身。このいけないことを正すにはどうすればいいか、わかってるわね。そう、あなたの心に従い、考えることすべてを捨て去ること。指揮官の名において立ちはだかる者に破滅を授けん。勝利はあなたに捧げよう、インプラカブルの指揮官。急にどうしたの？私からこうされたい？